まあ、そのね、外人問題にしてもそうですけれども、もう皆さんもね、気がついてる通りね、どの政治家も外国人がいらないって言わないんですよ。出てたんですけどもね、ツルピカハゲマル党でしたっけね、ツルピカハゲマル党は移民に反対してるにだとか書いてあったけど、安倍坊蔵をね、あんたあれだけ慢性しといて、ほんで、あの、移民政策には反対なわけねえだろっていうですね。 移民政策が日本でですね、急激に進んだのは、安倍粒像が通したこの移民法がきっかけなんです。で、その安倍粒像をですね、神様仏様、安倍様みたいにしてやってる連中が、一体どうやって移民にね、反対するんだって話なんですよ。で、移民に反対するんであるならば、安倍粒像を批判しなきゃいけないんだって言ってるんですよ。安倍粒像に対してね、お前ふざけんなって言わなきゃいけないんですよ。で、それはね、 一義の三ツボ島も同じですね。三ツボ島だってね、中核にいるのがですね、真ん中にいるのがお笑いの科学じゃないですか。お笑いの科学ってのは3億人移民計画ですよ、あれ。本当にこう、バカだなと思うんですよね。お笑いの科学っていうのは、師匠がね、まだ生きてた時ですけどね、日本は核兵器を持たなきゃいけないんだとか言ってね、選挙演説やってたんですよ。いや、それはね、そこの部分だけ抜き出したね、ああ、なるほどって思うところもあるかもしんないけれども、 で、その一方で3億人移民計画ってやってるんですよ。このね、狭い国土の日本で10万平方キロしか使えないんですよ。まあ、日本の国土面積は37万平方キロですけれども、過重面積が10万平方キロしかない日本で3億人移民させるって言ってるんですよ。で、もともといる1億2千万と合わせればですね、この日本に4億2千万の国民が誕生する。なわけねえだろっていうですね。ですから、そのね、 外国人が圧倒的多数を占めるようになった日本で、天皇陛下がどうなるか、んなも知ったこっちゃないんですよ。要は彼らは、うん。お笑いの科学が真ん中にいて、で、統一教会、他のね、宗教団体ってもういろんなのが入ってきたのが、この一二の三つぼ党ですから。1 <laughs>、一二の三つぼ党。で、そいつらがですよ、移民反対するわけねえだろうっていうですね。そう考えるとね、もう移民に徹頭徹尾反対している、移民法ね、 移民法を通したですね、安倍坪蔵に対して断固としてね、抗議の声を上げてる、日本代表しかないんですね。うん